どうも、トマピーです。どうも、リュウピーです。どうも、カムリンです。どうも、チンコです。第1回社長たちへ時事ネタトーク。イエーイ。そうだよ、本日の時事ネタは、テロップつけろよ、マジで。いや、無編集チャンネルなんで、こだわってるんだよ。すんなりな。こだわってますから。チンコって言ったらいいんだよ、マジで。はい、第1回のテーマはね、まあ、時事ネタと言いますか、まあ、ずっとある話なんですけど、はい、おごられ論争について、お金持ち4人でトークしていきたいと思います。うん、なるほど、あれね。はい、どうなるんかっていうね。はい、最近は料理研究家のね、リュウジさんがね、うん、まあなんか誘われて、行ったら女の子を好きかって呼ばれて、はい、気づいたら払うことになってたみたいな。うん、ね、女はただみたいな。まあ、でもよくあるよね。あるよ。うん。ね、ありますか？どうすか？ありますあります。あるよね。僕はないです。女性払わせんみたいな、なんかカルチャーになってるよね、もうね。その経営者とかインフルエンサー界隈では。え、逆にあれ、払わない回避方法あったんだって気づきましたね。確かに。はいはいはい。逃げ切れないですよね。逃げ切れないよ。うん、そもそも、リュウジさん払わない方法考えたんだ、すごいって思ったもん。初ねーと思って。打ち切れる。申し訳ないけど、すごい可愛くなかったのかなって思いましたね。あ、そういうパターンもあるか。そのね、コンパニオンとして来るにはちょっとね、みたいな。物足りねえのに、お前らじゃあ、お前らになんで怒んなきゃいけないんで、物足りねえのにが来たってことね。まあ、なんかそれはツイッター上場出せないだろうけどね。さすがにね。いや、でも、その、なんか、ギャラ飲みのタクシー代とかならマジで、バーベキュー代じゃないですか、はい、多分言うてそんな高くないと思うんですよ、はい、確かに。だからなおさら驚きですよね。確かに。まあね、だからあれは値段の問題じゃないってことでしょ。いや俺もそう思うよ、うん、大した金額じゃなかった。ユウさんお金持ってるでしょ。そう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 。ちなみにちなみにさっきそういうのあるよねあるよねあるよねみたいなのないって言ってたじゃないですか、はい、細井さん。え、細井さんは周りでは全くない。いや、もちろんその、うん、出すのが当たり前っていうか、多分もう港区でそれ起きてじゃないですか。そのなんかもう出さなかったら、まあまあ、もうネットに書かれてもしょうがないっていう。もう、まあ、なんていうか、港区だろうが中央区だろうが千代田区だろうが新宿区だろうが都心はもう起きてな感じがするですよね。対女の子だから僕そんなにイラつかないのあるんですけど、俺一個めっちゃムカついたの今思いついたんですよ、はい、おいいっすか、うん、あの連れが8人ぐらいいるおっさんと俺が1人の時の割り勘が一緒みたいな、はい、え、どういうことだから一でだからトマッピーが8人連れてきました。はいはいはい、はい、俺1人です、うん、でも割り勘は同額みたいな。え、この8対1の割合じゃないみたいな。ああなるほどね。偶然だね。ハッピーと4位、うん、その割るってことですか、2人で。え、そうです。そうそう、ハッピーだった場合の、例えば俺じゃないよ、9人分の会計を1対1で割るっていう。なるほど。え、このおっさんがいるんですよ。たまになんかあの連れ連中場で割り勘おじさんがいるんですよ。あ、それうざいっすね。え、うざくない？それはうざい。おっさんっすからね。え、そう。お前の上だろ。年上でいるんだよ。だる。そうだ、だるいっすね。これはなんか俺恥ずかしいなと思って。え、いや、こっちの方が人数多いんで、うん、こっちの方が多めに出しますよ。じゃない？そう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 。え、だよね。うん。それはそう。いるんだよ。いるの？いるの。だから俺そういう人とはもう付き合うんだ。なるほど。だいたい8人連れてくるおっさんってなんだよって、ね、いるんだよマジで。なんか大人数で焼肉とか食べてるときに、はい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 、まあ、なんかその男で基本割るみたいな、うん、そういう前提の焼肉があるじゃないですか、うんうん、でそこに例えばじゃあ男仮に8人だとして、うん、女の子3人組が来ましたと、はい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 、で一番奥にじゃあ仮に座って僕ら手前の席でしたと、うん、別にいいんですけど、うんうん、なんかそれで男全部の会計を割るってなんか、うん、あ、分かる。だから別にいいんだけど、まあ、なんかそのそこの男はちょっとあ、お前出しますよって確かに逆立ちあったら言うなとか。いや、俺も言う。俺女子と全く接してないのなんで女子の分出さないかって釈然としないんだよね。別にあんま増えないからいいんだけどっていう、確かにある。なんかもやっとちょっとしたそういう気遣いができる人っていいなって思いますね、うん、単純に。そうなんだよね。なんかいい人だなって、うん、なんでそこの会計の場面でなんかちょっとせこさ見えると確かに。ただ俺1回だけさっきのやっちゃったことがあって、おじさんを3人連れて、まあ俺含め合計4人で、おじさん4人がお店にお邪魔して、うん、あの全部おごってもらっちゃったことあるんだよ1回。ああ、なるほど。夜の歌舞伎町で、あの、H さんって言うんだけど、怒ってくれたのは。うん。林さんだね。枕屋さん。林さんは、
毎回奢ってくれるじゃない。林さんは逆の意味で破天荒すぎ、奢りすぎ、誰が何人で来ても全部出そうとするじゃないですか、うん、そうね、ね、キャバクラやったら、うんうん、あれすごいですよね。いや、あれって座っただけで2、3万なんですよね。そう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 、そうそれも林さん全部出してる。林さんはよく出してるね。なんか僕林さんに昔なんかその夜の店とか連れて行ってもらった時にまあ、暗黙のルールみたいなのを教わったのが、うん、やっぱ未だにその自分の中では常識となってるんですけど、たまに別の界隈の人が、はい、例えばじゃあ、まあ、お客さんとかじゃないですけど先輩と飲みに来ましたってなった時に、うん、別に割り勘で全然いいんですけど、はい、その先輩が自分の指名のキャバ嬢とか、うん、ホステスのクラブに行きたいってなって行きましたって、うん、でなんかこうじゃあせっかくなんでシャンパン1本ぐらいあげますかってなった時に、うん、その女の子が喜ぶためにちょっと羽振り良くなってると、その、はい、うん、はい、それでの割り勘はなんか尺前じゃない。それは違う。それは分かる。それは合ってることある。え、割り勘になることある。いや、割り勘前提で飲んでる仲間だったらワンチャンあるじゃないですか、ね、まあ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 、指名に女の、指名の女の子いたらやっぱり割っちゃダメですよっていうのが、その僕らは暗黙のルールになってるんですけど、うん、それって結構飲み遊び慣れてる人の考えなのかなと思ったりもするんですよ。あー、そうかもね。え、でもさ、じゃあ40万の会計になりましたっつって、うん、全部その子に売り上げついてますって割るはダメだよね。そう、普通にだからカブちゃんが指名してますって子に40万ついたとしたら、俺らはセット料金だと思うんですよ。そうそうそう、これがなんか礼儀常識が、はいはい、その正しい割り勘の仕方、正しい割り勘は。そうでもこれ知らない人多いからね。じゃあ3、3、知らない人は30みたいな感じ。そう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 、そうそうそう、でも普通の人は多分10、10、10、10にする。そう、でこれアホの、あ、これ食らったことあるわ。ある、あるあるある。これもう非常識で、もう大丈夫、縁切った方がいいです。要はその指名状に、まあ、使ってあげてることになるんですよね。そう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 、何人連れてったし、だって関係ないよ。だって指名がいないのにさ、そうそうそう、10万も使ってる意味ないじゃん。まあそうそうね、僕のその会社の内部のメンバーがなんかこう先輩と飲みに行った時にそのパターンだったんですよ。割り勘ではなかったんですけど、奢ってくれたらしいんですけど、うん、まあ、今回は貸しなみたいなこと言われたらしいんですよ、うん、いやいやいや、お前が行きたくて来たんだからなんで貸しになってんだよって言って怒ってたんですよ。確かに。だからその貸しなもおかしい。貸し付けおじさん。そう、うん、それ貸しなもおかしい。恩着せおじさん。そう、恩着せ貸し付けおじさん ね、 ね、なるほど。その怒り怒られが夜の店の話になってる。そうか、男同士の話になってるよね、本当にね。確かに。いや、ちょっと本題戻ると、うん、なんかその女性に奢る奢らない問題って、その所得とか年齢にもよるのかなと思うんですよ。アラフォー経営者、ね、35歳ぐらいの経営者、稼いでます、男性です。まあ大体の人怒るじゃないですか、女の子に。そうだね。ね、そんなことでなんか心象マイナス得る可能性よりも出しちゃった方がいいよね、みたいな、稼いでるし、みたいな感じじゃないですか。でもこれが23歳とか24歳の稼いでない、ね、学生上がったばっかの男性とかだったらまたちょっと変わるのかなとか、そのラインみたいなのが結構気になる人多いんじゃないかなと思うんですけど。だから会社員経験お二人ないんでしたっけ？ないんですよ。ないんだよね。就職しようと思ったこともないんですよ。あ、ないな。だから僕は会社員時代に、うん、まあ、例えば恵比寿とかで、はいはいはい、合コンみたいな感じになった時に、うんうんうん、全おごりは多分なかったっすよ。おお、何歳ぐらいですか？多めに出すぐらいじゃないですか、うん、せいぜい。だから5000円だったら7000、3000とかだったような、なんか記憶があります。いくつぐらいの時？24とか。おお、じゃあ半おごりみたいな。半おごり、まあそうっすね、うん、僕らね、もう医者だったんで、はい、世間がダメなんですよ。あ、そうなんだ。やっぱ研修医って全然、例えば手取りで言ったら30万とかなんですけど、あんま変わんないですよ、みんなとか、はい、サラリーマンと。そうだね。けどやっぱ医者って金持ってるムードあるじゃないですか、うん、女子はもう絶対それで来るんで、やっぱそこがね、結構プレッシャーでしたよ、ね、世の中の見る目と自分がまだそんな稼いでない時のプレッシャーが来た。いや、そう、ギャップがあるっすよ。医者だから、医者って稼いでない期間あったんですよね、逆に。おります、おります。まあ、僕、塾経営してたりしたんで、はい、まあ、余裕ありましたけど、けどやっぱりその医者だもんねみたいな感じなんですね。医者はお金持ってるよねみたいな。それはね、結構やっぱ乖離ありますよね。でも、そのそれこそ会社員時代の僕、その時多分600から800万ぐらいですけど、年収で言ったら、その時に出会う女の子は別に奢られて当然っていう感じじゃなかったですけどね、はいはいはい、だから多分リュウジさんの件に関してはなんかこう、もうそういうコミュニティに行ってて、うん、リュウジさんが逆に、え、おごるのみたいな、うん、だからなんか逆に
その今までなかったのかな、そういうのって。はい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 、ね、なんか行った瞬間に女の子のこの空気感で、うん、もうそういう飲みかどうかってなんかもう分かるよね。分かる分かる。じゃ港区界隈の女子は大体もう慣れちゃってるからね。うん、うん、大体既視感がある人来てますもんね。なんかあどっかで会ったことありますよね、うん、あるあるっていう感じになりますもんね。だから俺細井さんと女子の絡み全く見たことないんだけど。いや俺それさ稲葉がさ、うん、なんか来月なんか俺と低学歴な女子をなんか会話させて、はい、俺に口説かせるって聞いてめっちゃ面白い。めっちゃ面白い。トライで高学歴口説きが成立するとかみたいな。カメラ回ってたらね、うん、本気な人が見たいですよね。見たい。ちょっとだってネタに走るじゃないですか、どうせ。いやいやいや、俺本気で口説きに行くんです。だから、なんか俺口説けないと思われて、うん、どうやって口説くの？え、口説くの？どういう感じで？いや、今日、俺もうどうやって口説くか忘れちゃったんで、ちょっと現場慣れしないというか、けど、みんな、キャバクラのコメントちょっとひよったんじゃないか。キャバクラの女の子と飲むじゃないですか、みんな何喋ってるんですか？俺キャバクラそんな行かない。なんかけどほらついてって隣に女の子つくじゃないですか。はい、で俺も例えば麻生先生とか、うん、普通に一緒に飲み行かせてもらって。まあ、俺簡単に言うとなんとかハッピーって言ってるだけ。いや僕も何話せばいいのか正直もう分かんなくなってくるというか。興味ないですか。でも僕桑田さんとなぜ桑田さん見て勉強したんですよ。桑田さんはその女の子が持ってるバッグとかもう絶対興味ないのに、え、何それ可愛い、どこの？モテるモテるモテんなー。マジで、どこで買ったの？え、これモテるの新しいやつじゃん。そうそうやつ。もうね、最近ヒカルさんの、ね、最近ヒカルさんの動画で AV 女優にはモテてなかったけど、モテるんだね、普通の女の子に。いや、もうモテてないっすよ。いや、だからそれを褒めた後に特に話題がないから、うん、話題がなくなると結局は男子と喋ってます。結局ね。結局いやなんか、キャバ嬢のすごい人たちの YouTube ってあるじゃないですか。日比田とか、はいはいはい、あとエミリーちゃんとかいるじゃないですか。うん、でそこになんか太客の人って出てくるじゃないですか。はいはいはい、どう考えても話別におもろくないんですよ。だからこれ女子って、はい、そのまあ辛くないのかな。まあその仕事だから頑張ってるだけで、まあ、女子は辛くないんじゃない。女子は金稼ぎだから。そうそうそう。だからけど男子は他の男子から見てめっちゃそんなおもろいかなみたいなことを話してるじゃないですか。だからこれはキャバクラってのはつまりそう話が下手くそな男子が行く場所なのかなって思っちゃったんですよ。ああ、その要はお金を払うことで女子がそうだよねとか、なんかすごいとか、いや頑張ってるねって言ってもらえる託児所みたいなところなのかと。結構二極があって、それで言うと確かにそういうちょっと喋りが下手くそだからチヤホヤされたいおじさんもいるんですけど、バカおもろいのもいる。やば、マジっすか。え、だから林さんはバカおもろいですよ。え、そうなんですね。なんかね、あとそのいわゆるバカバカ金使う人はめちゃくちゃおもろい人もいます。じゃあその人たちは自分がおもろいのを見てもらいたいというか、おもろいのがいいんですか。おもろいのをここの人たちにやってもなんか物足りないんですよ、リアクションとか。ああ、なるほどなるほど。ここですらも、だから頂点のキャバ嬢たちですらもバカおもろいって話したい。どっかんどっかん。で、僕もその気はあって、なんかぶっちゃけなんかそのモテたいっていうよりかはこの人おもろみたいになった方が良くて、なるほど、ね、うわーってやってチャッて言って帰ったりか、もしくはもうセックスしても全てをネタにするみたいな感じのこのバカおもろい飲みを追い続けるみたいな。なるほど。これいるんすよ。それすごいな、うん、いやだからそこをなんかあんまり分かってなくて、うん、だからその女子たちもその男子もなんかこう斜めったことをしてるのかなと思ってたんですよ。いるんすよ。いるんすね。ここはマジでおもろいっす。ただなんか細井さんみたいに深く考察していく場所じゃなくて、その頭を休めに行く場所だなっていう感じはするけどね、多くの人。休まるんですか。なんかその深く考えなくていいみたいな。まあね、確かに。まあ、俺普段からあんま深く考えないでやってるけど。考えろよお前は。このチャンネルテロップ入れろよマジで。おごりおごられる話になって、毎回すぐ夜の話になっちゃう。なんだ。一般のこのメンバーそんなにキャバクラ好きじゃないそうだよ。だからシンプルにじゃあ女性とご飯行っておごりが当然と思われてたらどうですかとか、多分そういう話だと思う。どっち、みんなどっちなの。いや俺ツイートしたんですよそれで、だからそのおごることで相手に対してプレッシャーにならないかなっていつも思ってたんですよ。なんないだろう。だってさ、女の子からしたら、いや俺誰かにおごられたらいつか返されたら、これ偏方性の法則ってあるじゃないですか。B
ビジネスとかでも、ねえよ、なんで先に要するに何か例えば無料で、うん、あの要はサービスしますって言うと、うん、なんか契約しなきゃいけないと思うんですよ人間って、うんうん、例えば無料体験みたいなの言うじゃないですか、うん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 、そうするとなんかいろいろ教えてもらったから契約しよっかな、まあ、まあでもほんのその感じで僕はフランチャイズにまんまと加盟してますよ。確かに確かに、いや、正直おごられた金額で多分加盟金の方が高ってじゃんよ。そう、うん、だからこれもうビジネスでもうめちゃめちゃ有名な偏方性の法則っていうのがあって、うん、先におごった方が有利なんですよ。有利ですよ。そう、絶対的に与える側が有利なの。でもさ、ずっとそう、男同士やったらそうだけど、男女だったら例えば男は稼ぐ係、女は使う係みたいになるじゃないですか、家庭で。それと同じで別に女子にそこ求めてなくない、あんまり。今日例えばですけど、うん、じゃあ落としたい女の子にいきなり、うん、じゃあ番組の100万のブレスレットプレゼントプレゼントしたりするじゃないですか、はい、でもその子って絶対何か意識しますよね。まあ100万のそれあげたらね、簡単な話、うん、けどそれ極端なだけで、うん、例えば飯が積み上がっていけば、うん、まあ私に結構使ってもらって、まあそれキャバクラの女の子もそうだと思うんですけど、うん、多分まあこれ言ってるのか分かんないですけど、多分めっちゃそのめちゃくちゃそのエースっていうかその男性にお金使われてるキャバ嬢さんとその男性って何か絶対あるじゃないですか、うん、まあまあまあ、そのなんかないわけないじゃないですか、うん、俺もそう思うよ。だから結果的にその見返っちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。まあまあまあ、まあ、それってどうなんですか。どうなんですか。だからおごることが相手に見返りを求めてるっていうプレッシャーになるのかなって思ったんですよ。ああ、まあでも逆に言うとその見返りとか興味ゼロの相手にそんな100万もおごんないよね多分。そう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 、そこもね。だからそんな次元のなんかこうところまでまだその人類って成長してないよ全体のレベルが、まあ、単純にあ、いや、送ってもらって嬉しいみたいな感じで、だって別に鶏に餌あげても返さなきゃって思わない。確かに、それあでも公園でひたすら鳩に、ね、餌あげてるおばあちゃんとかみたいな感じはある。多分心理状況は一緒で、そうだと思う。なんか餌ばいてるのとあんま変わんないと思う、うん、けどまあ、おじさんがね、あれって鳩が寄ってきてくれてるのが楽しいわけです。楽しい、楽しい。だって鳩に求められてる。そうだからそれは求めてほしいっていうものも先払いになってるみたい。そうだからリュウジさんみたいな人は別に縛らなきゃいいじゃん、うん、まあ、確かに別にあなたが求めてないから、そう自分がその初動で気持ちいいかどうか、うん、ハッピーかどうかってのは結構大事だよね。女の子をおごるとかじゃなくて、そもそも、まあ、キャバクラの話じゃないんだけど、これじゃあジュース自販機で買ってあげるとか、人にね、なんかドリンク一杯おごってあげるとかって、別にその相手が喜んでくれるから嬉しいぐらいの範囲で別にやってれば平和よね。うん、そうですね、うん、まあ、あとは概念としてその場にいる人の分も払う、自分かっこいいっていう人が払うんじゃないの。あとなんかその割り勘の時の空気感がめんどくさいから、めんどくさい、めんどくさい、払うこともしてる。さすがにもうなんかこのメンバーで行ってじゃあ飯代割ろうかってのはならないじゃん、うん、もうずっとならないじゃん。まあ、じゃんけんとかにしたいですよね。この間おごってもらったから今日俺ねとかさ、なんかそういうのでいいじゃん、うん、だからなんか別におごりおごられじゃなくて、長期的に人生で見たらなんかただなんかお互いにイーブンでいいんじゃないみたいなぐらいでいいじゃん。なんかそれが例えばなんかこう違うものでもいいわけよ。別になんか違う価値でなんか返してくれてもいいじゃん、まあ、手伝ってくれてるとかさ、なんかね、ある意味そのビジネスで稼いでるのも中にはおごってもらってるような売り上げの立ち方ってあるしね。それを違う人に返してるみたいな感じの考えも俺結構好きかも、うん、でもその今日は俺出すよ、だから次回お前出してっていう、そのお金の使い方って今では確かに当たり前なんですけど、僕それ一番最初会社員の時に上司にそれを習った時に衝撃だったんですよ、うん、だからやっぱ余裕ある人ならではの、まあ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 、負債になり得るかもしれないみたいな。そう次すげえ額かもしれない。だって月に4万と5万しか自由に使えるお金ない中で、5000円か7000円かって結構大事なことだよね。なんで、まあ、まあ心の余裕からくるものは、あ、それは絶対ある、ありますよね。あるそれは絶対ある。僕は割り勘の時にちょっとさっきと被るんですけど、なんかこうそのみんなでいる時にこうあいつがあそこでモテようとするために無駄に上がった会計がこっちに負担されるっていう、そのなんかただ女の子におごるだったらいいんですけど、うん、なんか男の見栄に こっちもなんか勝手に負担させられてるっていうのがなんかこう一番好きなんですね。それはなんかその強制的にそれをされるのは嫌だよね、うん、だからまあ多分入場料で全員分ね、うん、なんかこう払わせられたったらまあいいんですけど、うんうんうん、最初からね言われてるわ。
あとからね、アディショナルでこう追加されたモテポイントを俺がなんで払わなきゃいけないんだみたいな。結構前になんかこうの飲みの場で自分が帰った後めっちゃテキーラが空いてて、で最後終わった後会計みたいな、で LINE PAY とかでみたいな、そうなんかまあ別に払うんですけど、なんかこうね、俺テキーラ入れようぜ割り勘ながらって言って軽んじられてる感じがいいやつ。なんか適当にさ、適当に先帰るときって適当にお金置いて帰っちゃうんだけど、俺そういうのじゃなかったの。あ、まあそのそうじゃないだけは差額請求してくる人いますから、ね、そんなことある？多分ね、それは全部で一人いや、ちょっと多めに置いてくんだよ、だって、うん、まあなんか全員こう同期っぽい感じだったらまた、うん、話が違うのかなみたいな。なるほどなるほど、バリカンなしみたいな、いじきたね、締めてください。そうだね、はい、ということでいい頃合いなんで、あの無編集動画にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、社長たちの逆に編集が贅沢だと思うよ。社長たちの素顔を語ったこと一言一句が全て見れるチャンネルですので、ね、そんなのここだけ。トマピの自由報告チャンネル、今後よろしくお願いします。はい、皆さんのチャンネルもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんありがとうございました。また明日。最後黙っちゃう、携帯切ってます。じゃあ